宮内記者会幹事社のフジテレビの岸と申します。本日は綾子様、森谷さん、本日はご婚約内定誠におめでとうございます。本日はお二人からとっておきのお話を伺えることを大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは質問させていただきます。ご婚約が内定した現在の率直なお気持ちをお聞かせください。今日午前、皇居御所ではどのようにご報告し、天皇皇后両陛下からどのようなお気持ちが伝えられましたか。そのお気持ちをどのように受け止めていらっしゃるかもお聞かせください。ご質問にお答えする前に、まず6月18日に起こりました大阪北部地震のにより亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また被災された方々が一日も早く落ち着いた生活を取り戻されることを心から願っております。ではご質問にお答えいたします。本日このように婚約の内定を発表することをすることができまして、嬉しく思いますとともに、身の引き締まる思いでございます。天皇陛下におかれましては、今朝ほどよりご気分が優れないとのことで、ご案じ申し上げております。そのような中、皇后陛下に先ほどお目にかかることができ、皇后陛下より両陛下の温かくお心のこもったお言葉をいただきました。その内容につきましては、私の心の内にそっと留めておきたいと存じます。この日を迎えることができまして、嬉しく幸せなことと存じます。2つ目の質問です。出会いから半年余りでの、婚約内定となりました。お互いのどのようなところに惹かれたか、プロポーズの時期や言葉などを含め、出会いから結婚の意思を固められるまでの経緯を具体的にお聞かせください。森谷さんとの出会いは、報道にもありました通り母からの紹介でございます。森谷さんのお母様が生前ご尽力なさっていた NPO 法人国境なき子どもたちの設立20周年記念レセプションにて、母が森谷さんと約10年ぶりに再会いたしましたことがきっかけでございます。私が初めて森谷さんにお会いしたのは昨年12月のことで、初対面とは思えないほど話が盛り上がり、時間を忘れて楽しんだことをよく覚えております。その後何度もお会いするうちに、森谷さんの優しくスマートで決断力のあるところに魅力を感じ、結婚を前提としたお付き合いを始めまして、今年に入りレストランでお食事をした後にプロポーズをされました。あまりに突然のことでしたので、お返事は保留させていただきまして、その後お互いの家族、友人、知人を含めてお付き合いをしていく中で、この方ならと思い、4月に入り、よろしくお願いいたしますとお答えいたしました。私に森谷さんを紹介した母の思惑がどうであったのかは分かりませんが、二人でさまざまな場所へ行き、
時間や思い出を共有していく中で、自然とお互いに惹かれ合い、今日という日を迎えられましたことは、両母親のつないだ素敵なご縁だったのかなと思っております。明るく前向きな方ということがですね、私が綾子様に抱きました第一印象でございました。その後ご一緒する中で、どなたに対しても温かく接するその優しさという部分に心を強く惹かれまして、次第に生涯を共にしたいという気持ちが芽生えてまいりました。またこのような場で申し上げることが適切かどうか分かりかねる部分もございますけれども、親を突然亡くしたことによる心情の変化、そのようなものに理解を示していただき、心の距離がさらに縮まったと、そのように感じます。プロポーズの言葉につきましては、そのようなお話も含みますことから、二人の胸の内に秘めさせていただければと存じます。三つ目の質問です。お二人でどのような家庭を築いていきたいと思われますか。普段お互いをどのように呼び合っていらっしゃるかも合わせてお聞かせください。はい、ありきたりなお答えかもしれませんが、笑いの絶えない明るい家庭を築いていきたいと思っております。私は父を、守屋さんはお母様をと、それぞれかけがえのない家族を突然失った経験を持ちますので、今日あることが明日も必ずあるわけではないという共通の認識を持っております。日常に慣れすぎず、日々の何気ない出来事にも喜びや楽しさを二人できちんと感じていきたいと思っております。呼び方に関してですが、私は K さんと呼んでおります。本来は、宮様または綾子様とお呼びするべきかと存じますが、街中で、お呼びすることを考慮するようにというお話が、ございましたので、私は綾子さんとお呼びをしております。理想の家庭像としましては、笑いの絶えない明るい家庭というものでございますけれども、何よりお互い尊敬のし合える形でいたいと、そのように考えております。ここからは毎日新聞の高島から質問させていただきます。ご結婚の意思をそれぞれのご家族にどのようにお伝えになり、どのようなお言葉がありましたか。綾子様はお父様を、守屋さんはお母さんを、お母様を亡くされていますが、婚約内定にあたり、ご両親にどのような言葉を伝えたいと思われますか。はい、母からの紹介ということもあり、折に触れて母には報告をしておりましたので、改めて何か結婚の意思を伝えるということはいたしませんでした。また当初より結婚を前提としたお付き合いと考えておりましたので、自然な流れで家族にも合わせて、父には温かく見守ってくださるようお願いいたしました。綾子様と家庭を築きたい旨、家族に報告をしましたところ、当初は大変に驚いていましたけれども、その後おめでとう、手を取り合って、幸せな家庭を築くようにという言葉がありました。綾子様との出会いに関しましては、私は家族また関係する皆様につないでいただいたご縁だと、そのように信じておりますので、ありがとうございます、このご縁を大切にしてまいりますと、そのように伝えました。綾子様にお尋ねします。
皇族としての日々を振り返り、どのような思いをお持ちですか。皇族の減少についてのお考えもお聞かせください。学んでこられた福祉分野の活動を含め、今後どのような生活を思い描いておられますか。皇族としての日々を振り返りますと、ありがたくもさまざまなものに触れ、学ぶ機会をたくさんいただいた27年間でございました。成年皇族として果たすべき役割を私なりに果たしてきたつもりではございますが、それが十分であったかどうかは分かりません。結婚により皇籍を離れるまでは、皇族としての責務を果たすよう、より一層努力をし、結婚後にはこれまで得てきたことを糧に、さまざまなことに取り組んでまいりたいと存じます。皇族の減少は事実として起こっていることではございますが、その先の制度を含め私はコメントする立場におりませんので、発言は差し控えたいと存じます。私は大学時代より福祉分野を学び、研究してまいりました。この福祉という言葉には、幸せや豊かさという意味があり、福祉は自分が関わる人の幸せのために動くことであると私は考えております。ですので、学んできた児童福祉や高齢者福祉が今後どのように生かせるかは分かりませんが、守屋さんやご家族を幸せにできるよう努めてまいりたいと存じます。最後に、守屋さんにお尋ねします。皇族の方を妻とすることをどのようにお考えでしょうか。ご自身の性格や大切にされていること、座右の銘などをご紹介いただき、お仕事やお二人の出会いのきっかけとなった NPO 活動の展望もお聞かせください。はい。皇族の方を妻としてお迎えすることは大変に恐れ多いことでございまして、ただ一方で大変にありがたく光栄なことと存じます。座右の銘といたしまして、日進月歩と言いますでしょうか、一歩ずつあるいは半歩ずつでもですね、常に前向きにということを心がけておりまして、うまくいったことだけではなく、自らの過ちや失敗、つらかったことを糧とし、時には反省をし、常に前に行けるように、そのような心づもりで取り組んでおります。仕事にも同じ姿勢で臨みたいと思いますし、またご質問のあった NPO の活動につきましても、助けを必要とされる方々に少しでも貢献ができるよう、これからも尽力してまいりたいと存じます。以上でございます。以上をもちまして記者会見を終了いたします。国内記者会幹事社、毎日新聞の高島博之です。改めて本日はご婚約の内定おめでとうございます。お二人から率直なお話をお伺いすることができました。記者会見の機会を設けていただきありがとうございました。記者会を代表してお二人の末永いお幸せをお祈りしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。